はい、どうも、こんにちは。今回はテルミーワイ続きからやっていこうかなと思います。前回は、渦中の家に、侵入し、そして、いろいろ探索し、で、一番大事であろう部屋に入ろうかなというところで、謎解きをして臨みましょうという感じでやっていこうかなと。このページか。これ前回出てきました。ゴブリンの本。すごいですよ、これ。なんと。ここら辺、ちょっと見失いました。さっきのページどこでしたっけ？見失いました。すいません。なんと、こちら。これだけ作られております。かなり力が入った本。すごいよ、これ。普通にこれだけで頑張っ、これをベースにゲーム作れんじゃないかっていうぐらいだよな、ほんと。ちゃんと作ってっから。見てみようか。氷とロール似合う。これ、どういうことだろう？違うな。で、ここで出てたってこと、このも、ここの情報か？見てみようか。昔々古代の森の奥深くに寝る時間をとっくに過ごしすぎて 音読が苦手です。夜更かしをしているいたずらゴブリンが2人おりました。1人が傍らに森の中を探検しに行こうと言いました。ゴブリンたちには夜遅くに森を探検する習慣などありませんでしたし、どんなものと出会うかもわかりませんでしたが、そんなことを怖がる二人ではありません。ベッドを静かに抜け出し、服を着込んで探検に出かけました。外は真っ暗、木々にはぶつからないほどの月明かりはありましたが、少し先は何も見えません。小枝が折れたり、枝がカタカタと音を立てるたび、二人は家に戻ろうかと考えましたが、戻りはしませんでした。そして、小枝の折れる音や枝のカタカタといった音が規則正しくなっていることに気がついたときには、家の遥か遠く、イントネーションおかしいな。家の遥か遠く、森の馴染みのない場所へ入り込んでいたのです。何かが後をつけている。二人は走り出しましたが、暗闇から巨大な姿が現れ、巨大な手で二人を掴んで麻袋に詰め込んでしまいました。ゴブリンたちは触れながら泣き叫びましたが、袋は閉じられたまま、捕まえたものの足音と、ウィンドルディドルダム、ウィンドルディドルディ、袋の中には飯だ飯、という歌が森に響き渡るだけでした。どんどん、どしどし、という音がいっぱい聞こえてきた後、袋が開けられゴブリンたちはお湯がたっぷり入った巨大な鉄鍋の中に放り込まれてしまったのです。長くてもじゃもじゃした白米の巨大なトロールが頭上に立っており、二人を見てニヤニヤと笑っているではありませんか。俺はコントロール、お前たちは俺の晩飯だ。彼はゴブリンたちを調理する用意を済ませ、このように歌っていました。ディドル、ディドル、ダム、ディディ、すぐにスープの出来上がり。歌い終わると、彼は体を曲げて鍋の下に火を入れ、背中のいつも痛む場所をさすりながら痛みで大きな声を出しました。何してんのこいつ。ドロールは痛々しく立ち上がり、石棚へと向かい芋を切り始めました。今んとこまだヒントない気がするけどな。ゴブリンの一人にいい考えが思い浮かびました。弟のゴブリンに、私に仕上がって。囁きました。ゴブリンたちはお湯の中で体を伸ばし、体を浮かべて至福のために息をつきました。あ、ゴブリン、あれ、ゴブリンはトロールじゃないわ。弟のゴブリン、私に従ってと囁きました。ああ、ゴブリンの一人が声を出しました。こんなにリラックスしたの初めて。気持ちよくって、これなら100キロだって一気に走れそうな気分、と別のゴブリンが続けました。トロールは二人をじっと見つめました。鍋に入れられて嬉しいはずがない。だが明らかに嬉しそうだと。トロールさん、背中が痛いならお湯の中に入るといいよ。ほんの少しの時間だけお湯が熱くなるまでさ。とゴブリンたちが言いました。トロールは地団駄を踏みました。お前たちをそこから出したら逃げるだろう。そしたら俺のスーパーどうなる。袋の中に私たちを入れればいいよ。とゴブリンたちは提案しました。そうすれば逃げることはできないからね。それはそうだなと、トロールは思いました。背中のいつも痛む場所はまだ辛いし、袋を中に入れれば、ゴブリンたちもどこにも行けない。ということで、彼はゴブリンたちを袋の中へ戻してからスープ鍋によじ登りました。彼はまた体を伸ばして至福のために息を出しました。その頃ゴブリンたちはというと、袋がゆらゆらと揺れ始めるまで、中で思い切り四方に身を投げておりました。トロールはとてもリラックスしていて気づきはしません。リラックスできるんだ、普通に。あちちじゃないんだ。普通に気持ちいいんだ。芋を切っていた棚の上へ袋が落ち、ゴブリンたちは袋に穴を開けるため、トロールの包丁の刃に袋を押し付けました。
そして二人はうまく袋を破ることができました。ドロールは常に二人のしていることに気がつき、怒って叫び出しましたが、気が緩みすぎたせいか、二人を動けようとして、鍋から炎の中へと転げ落ち、もじゃもじゃの眉毛に火をつけてしまったので、そんなピンポイントに。ゴブリンたちは古代の森の奥深くを全速力で走り出して、無事に家のホラーのベッドにたどり着くことができました。氷ドロールを再び騙せるような幸運はもう来ないと考えた二人は、もう決して夜中に古代の森の奥深くを冒険しないことを誓いました。こうしていたずらゴブリンたちはコールドロールに出会い、もう二度と会わないようにしたのでした。っていうことですが、どこに謎解きのヒントがあるんですか？すいません。どこにあるんですか？謎解きのヒントは。間違ったページ見せられました、もしかして。あ、なんかでも動物いるな。前回なんかね、なんかこれさ、ここきついよね。スッて入ってこないからさ、すぐ見つけらんないんだよな。お姫様っぽいやつだろ？でもさ、これをパッて、ゴブリンの門を開くって言われて、パンって開いた結果が、まあ、このページだったってことは、え？このページだったってことは、多分、このページなんだろうな。俺多分いじってないから、それまで。え、これ、これ？え、ちょ、待って、お前ヒント教えて。You sure you're gonna be able to crack it? ちょっと手伝ってほしい。ごめん。俺日本人なんだ。Need some help. ごめん。I've got a few ideas. Okay. Where do we start? The Book of Goblins.Let's read the story about the princess's party. 王女のパーティーじゃねえし、お前。おい。何変なとこ開いてんの？ Where do we start? The Book of Goblins. 聞いた。もういい。話すな。王女のパーティーどこよ？あいつ騙したんだけど、こいつ、この女。ふざけんなよ、てめえ。返せ、俺のトロール読んでた時間。ふざけんなよ。あ、これだ。確かあるな、怪しいマークが。めちゃくちゃ、もう、王女のパーティーのメンツじゃん、鍵のやつ。ゆえし、なんでこのページ開いてたの？俺が前回ここで終わったからか？なわけないよ。こんな変なとこで多分終わんない。多分ここにして終わってたよ、多分。俺多分、前は。まあいいや、ごめんなさい。お時間割きました。また読ませていただきます。昔々古代の森の奥深くに自分の家を飛び出してからちょうど1年が経った。憂鬱な気分の王女がおりました。彼女の悲しみを感じ取った森の友達が次々と彼女の元を訪れました。先頭に軽蔑で思いやりのあるペリカンが立ち、屈強で洞察力のあるヘラジカがみんなを統率していました。熊おじさんも鋭い爪を誇らしげに見せながらそこにいました。カエルおばさんも何事かを話し続けながらそこにいます。おばさんは何してんの？ただのガヤか？ほとんど夜にしか出歩かない。高慢チキな邪行ネズミまでもが姿を見せていました。狼が王女の行く道をせかさないように、熊おじさんは自分の世界に乗りなさい、背中に乗りなさいと、狼？王女に言いました。そして動物たちに率いられて、王女がたどり着いた場所は、彼女のためにと用意されていたパーティー会場がある妖精の峡谷だったのです。ペリカンの決して尽きないくちばしから取り出した魚介類のビュッフェが用意され、ペリカンの口から出たビュッフェやだなぁ。あたりの空気には空が雲に覆われた後にヘラジカが用意した妖精の全く光が漂っていました。社交的なカエルは美味しいのものを作っています。邪行ネズミだけは特に何もせず、みんなが働いているのを眺めながらブラブラと歩いていただけでした。おいおい、邪行ネズミ、働け。素敵な時間を過ごしました。あまりにも素敵す、あ！あ、違うな。友達に感謝の言葉を伝え忘れたんだ。おわいおいで。これに気づいた妖精たちは、ちょっとしたいたずらを思いついたのです。これだ。こっからだ、こっから。王者が送り、王者じゃないわ。急にテイスト変わっちゃうな、王者だったら。王女が贈り物を開けに行くと、同じ箱が峡谷の片隅に3つ置かれていました。混乱して引き返した王女は息を呑みました。なんとパーティーが全部消えていたのです。それはあなたたちが友達の行為を当たり前のものと思ってるからよ。といたずら好きな妖精たちが囃し立てます。私たちはみんなあなたから隠したの。
だけど私たちがゲームが大好きだから、もしこのプレゼントが誰から送られたものか全部当てられたら、友達を返してあげる。おー、じゃあ一つ目な、こっからだ、こっからだ、こっからあれだ。真実を暴き出す松明が入ってました。あら、当時はつぶやきます。私が森の暗闇では迷わないように、そして何が正しくて何が正しくないのかを判断できるようにしてくれたのね。こんな贈り物をくださるお友達はどなたかしら。あー、これクイズだな。だな、これを俺が予想するんだ。見とけよ。私が森の暗闇でも迷わないように、そして何が正しくて何が正しくないのかを判断できるように。迷わないように。思いやりのペリカン。洞察力のあるヘラジカ。これヘラジカじゃん。洞察力だもんな。夜にしか出歩かない。あ、ほとんど夜にしか出歩かないじゃない。これ結構森の暗闇でも迷わないようにって。邪行かヘラジカだな。中には持ち主手元に飛んでいって、持ち主を守る魔法の剣が入っていました。あら！当時はつぶやきます。誰かが私が危険な時でも、ちゃんと守られているようにしてくれたのね。これは守り人だな。ってことは、これの場合は熊おじさんかな。思いやりだもんな、ペリカンは。熊おじさんかな。まあまあ、一旦試すけど。中には持ち主が本当に必要なものを買えるだけのコインの入った袋。あら！当時はつぶやきます。私がお腹を空いている時に食べ物があったり、寒いと、あ、これは思いやりだな。妖精さんと彼女は言います。私は考えが足りないのかもしれないけど、それでも私の友達がくれたもの、そしてこれまでにしてくれたことのすべてに感謝するわ。と彼女は答えました。困った妖精たちは色とりどりの閃光でパーティーを元通りにせざるを得ませんでした。彼女は動物一頭ずつにプレゼントパーティー、そして彼女が森に引っ越してきてからこの前助けてくれたすべてへの感謝を込めて抱きしめていったのです。こうして王女は森の中で過ごした一周年をお祝いしたのでした。はい。まあ、これは思いやれる最後は。で、ペリカン。カエルおばさんはいらんな。邪行クマペリカン行ってみるか。邪行クマペリカンダメだったら、鹿クマペリカン。行ってみようか、一回。邪行、熊、ペリカンは絶対合ってんだよ。思いやり感あるから。どうよ。You sure you're done? Maybe if we put our heads together. え、泣きようとして？あ、開いてないんだ。Yeah, I can try again. じゃあ、鹿にしてみるか。あら、あらら、あららだね。どういう仕組み？かなり高度な仕組みいるぞ、多分。このダイヤル式で三つやって、それでドアの鍵が開くって。And boom. えぐ。We're in. おばさんの部屋、ファンタジー？ファンタジーすぎん、おばさんの部屋。あまりにもファンタジーすぎるよ、これ。こうあれだって、最初は、あ、綺麗って楽しむけど、一週間ぐらいしたら、あ、うっせえなってなって、明かり眩しいなってなって消すやつやん。それぐらいファンタジーなんだけど。めちゃくちゃ、かなり明るいしな。おう。Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that?あら、消えちゃった。まあでも電球も変えてないからね。お、昼でよかったな。I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? 窓の光明る。あ、ここでセーブするんだ。なるほどね。いろいろ見て、おばさんの部屋見て終わりかな。で、次何するかみたいな。あ、ちょっとなんか出てきたよ。どこだ？ん？どこだ？So she was standing here, spying through the window, drawing どこどこどこ while we played. どこで、あ、いた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 。あれだ。これ先に思い出すわ。
ありがとう。I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. I've had so much on my plate lately, and they're convinced I'm the enemy, and I don't know why. I need them. I need my goblins. 苦しんでたんだ。 I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this, as if she's still here, it's... It really sucks.She was really coming apart those last few months, wasn't she? Oh, なるほどね。だん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 分かってくるね。Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. かわいい絵。True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. この絵のたち絵本と一緒だけど、これは、あの絵本って共同制作？お母さんと。She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa. Tessa 会いに行くんじゃない？もしかしたら。そんな伏線な気するけどな。Tessa に会いに行く伏線。こんにちは。怪しい。あ、これ日記じゃない？これ。It's here. お前の。I knew it. I fucking knew it.Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. だから性の問題で苦しんでるのがつらつらと書いてんのかな、日記に。もっとかっこいい服が着たいとか、女の子らしい服は嫌だとか書いてんのかな。ユースキャンプ。Tyler. Tyler. What? Look. ああ、ちゃんと見てるわ。ちゃんと調べてるよ。ミアリーアン。What? Where did you find that? It was on her desk with her papers.Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad at I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler...お母さんが自分のこと分かってくれてないって思ってたけど、実は分かってたって。実はいろいろ考えてくれてたんだってことを今になって知るっていう苦しさ。見ていこう。Come here. She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake.Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. ちょっと待って、俺。ちょっとまだ部屋調べてない。部屋調べてない。いやでもショックだよな。そこ仲違いが原因でさ、まあ、どん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 関係悪くなってたわけだからさ、大好きだったお母さんとの関係がさ、きっとそうじゃん、多分分かってくれないんだっつって距離取りを始めて、そこから仲が悪くなってっていう、で最終的にまあ殺人なんかな、あの事件が起きたっていう、まあ、ことを考えるとな、
変な話ね、自分が殺してしまったんじゃね、タイラーがやったんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど。Are you really, really sure? 戻った。I am. Do it. あ、その時のシーンか。えらい錆びたハサミだな。Okay. アリソンはでも女の子っぽいな。普通に。思い出のシーンじゃ分からんかったけど、シンプルショートカットの女の子だわ。Is it all gone? Yeah. がっつり切ったな。あ、それがこの髪型だったんだ。It looks amazing. Really? Yeah. 尋問されてたやつ、冒頭で。I can't wait to show mom. She's been so sad lately. More than sad.She's been scary. Yeah, not tonight though. It was almost like a party. これ見せてキレられるんか。Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. で、こっから関係悪くなっていくの。I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. パーマ厚さみたいになってるもんな、お前。パーマかと思ったら普通に。マーム暗い部屋。結構末期だったんだな、お母さんも。あ、でも夜中だな。何な、何でそのドアの開き方、怖い怖い。風じゃそうならんぞ。あ、あのシーンか、正当防衛のシーンかな。うわ、病んでる。This is wrong. This is all wrong. Wait, stop.